ホーンテッドマンションは世界各国のディズニーパークにあるライド型お化け屋敷のアトラクションである。ゲストはプレショーとして年老いていく肖像画の部屋、伸びていく肖像画と壁の部屋の順に案内され、それを見た後、トゥームバギーと呼ばれる三人乗りの黒い椅子型のライドに乗り込む。なおライドはオムニムーバーを採用しており、自動的に左右に向きを変えながら、 レールに沿って進んでいくため、ゲストはライドに乗り込んで、以降は歩く必要はない。登場する亡霊たちは、様々なオーディオアニマトロニクスによって複雑に動き、ライドに内蔵されたゴーストホストの声に連動して、ゲストを恐怖に陥れる。コンセプトアートはマーク・デイビスが担当し、アトラクション内の音楽はバディベーカーが担当した。九十九人の亡霊が住んでいる屋敷が舞台。 亡霊たちは館に訪れるゲストを1000人目の仲間に迎えようと狙っている。ディズニーランドパリのみ、アトラクション名称やストーリーなどが異なる。詳しくは下記。世界各国のディズニーパークで最初に作られたいわばオリジナル。設置場所はニューオーリンズスクエア。外観や内部の構成が日本とマジックキングダムのものとは異なり。 肖像画の回廊及びゴーストライターの書斎エリアが存在せず、ライドの乗り場までしばらく歩く構成となっている。乗り場の位置は、日本やマジックキングダムのものに当てはめると、ピアノの位置にあたり、ただし書斎エリアにあるものと同じような鏡像と、本棚は乗り場に行くまでの通路に設置されている。また、壁に飾られていたのは時間の経過によって変わっていく絵画だったが、現在は、 窓から差し込む稲光の演出に合わせて変化するものに変更されている。日本のものと同じメドゥーサの肖像画も存在するが、どこにいても自分の方を見てくる演出はない。アナハイムに続いてできた2番目のアトラクション。設置場所はリバティースクエア。アナハイムのものとは外観が大きく異なり、内部の構成も若干変更されている。日本のホーンテッドマンションは、 マジックキングダムのものを元にして建設されたため、内容はほぼ同様であったが、近年の大幅リニューアルにより、オリジナルの要素が多く取り入れられた。2007年には、旧ライン付近に、マダムレオタの墓標の設置、プレショーで部屋が伸びる、サイの音声に木のきしむ音が追加、マダムレオタの水晶玉が置く仕掛けが追加、屋根裏部屋エリアの大幅改装などのリニューアルが行われた。 2011年にもリニューアルが行われた。主な変更点は屋外の旧ラインにインタラクティブ要素フィナーレシーンで乗り込むコーストがゲストにいたずらである。前述のようにマジックキングダムのものを元に作られているため外観は告示しているが設置場所はファンタジーランド。古びたレンガ色を基調とした大きな屋敷と深く生い茂った木々が 周囲の建物やアトラクションと対照的となっている。日本のものとアメリカのディズニーパークのもので使用される BGM は音程が少し異なっている。東京では低めのキーを逆にアメリカでは高めのキーになっており、これは二つの国のお化けや幽霊の類におけるインパクトの受け方が違うため、東京ディズニーランドにホーンテッドマンションを導入する際に、 日本人が怖がりそうな低い音程を採用したという。オープン当初からノースポンサーであったが、1998年から2003年3月25日まではセコムが提供していた。音質のすぐ後のドアがたくさんあるシーンに一つだけ、初老の男性の肖像画があるが、ライトのタイミングが合うと、彼の肖像画がみるみる立体化し、やがて恐ろしい顔になるという幽霊が登場する。 これはセコムがスポンサーについてから登場した幽霊であり、この肖像画が見られるのは世界中のディズニーランドの中でも東京だけである。ファントムマナーはホーンテッドマンションとほぼ同一のアトラクションである。設置場所はフロンティアランド。建物は第二定正期建築の外観をしている。ストーリーはフロンティアランド全体のストーリーや設定と連動しており、 屋敷は、ビッグサンダーマウンテンの近郊を掘り当てたヘンリー・レイブンズ・との指定という設定である。音楽は、ホームテッド・マンションのものを、ジョン・ゲブニーがアレンジしたもので、オーケストラとソプラノソロを主体としている。また、墓地で共造が合唱するグリム・グリーニング・ゴーストの伴奏は、ジャズ調になっている。ハロウィンの時期には、ファントム・マナーを含めたサンダー・メサの街全体が、 カボチャなどで飾り付けられるが、ディズニーランドのようなホーンテッドマンションホリデーは実施されない。2019年5月にリニューアルを行いストーリーや演出を一部変更した。内容ホーンテッドマンションと基本的な構造は変わらないが、外観やストーリーが大きく異なり、それに従って内部の演出にも変更がある。大きな違いとして、ストーリーのメインキャラクターであるメラニーとファントムが、 洋書に登場する。また、リニューアル前後で内容変更を行っている。前半はディズニーランドのホーオンテッドマンションとほぼ同様だが、後半はメラニーの資質、墓地、ファントムキャニオン、鏡の部屋という構成である。リニューアル前は伸びる部屋の絵画はすべてメラニーのものになっている。また、上部に首吊り死体があるのは同じだが、それは メラニーの恋人のものであり、同時に吊るしているファントムも存在する。墓地では、骸骨が登場し、ファントムキャニオンの亡霊は、ホーンテッドマンションのように青白くなっていない。鏡の部屋は、ライトの背後に、ファントムが映る演出になっている。リニューアル後は、伸びる部屋の絵画はすべて、メラニーとその愛人のものになっていて、部屋が伸びる再絵画のメラニーは消え、 愛人のみが悲惨な目に遭う絵画に変化する。そして、鏡の部屋はライドに、メラニーが映る演出に変更し、私と結婚して、というメラニーの声が聞こえるようになった。ストーリー書きはリニューアル前のものである。ビッグ、サンダーマウンテンで近郊を発見したヘンリー、レーブンズウートは、サンダーメサマイニングカンパニーを設立し、山の神の怒りに触れるという原住民の警告を、 無視して開発を続け、そうしていた富でサンダーメサの街を見下ろす丘の上に屋敷を建てた。ヘンリーの一人娘のメラニー・レイブンズーとは父の会社で働く技術者と恋に落ちて結婚の約束をする。しかし、ヘンリーは娘の結婚と自分のもとを離れることを許さなかった。そんな中、大地震が起きてサンダーメサの街は壊滅的な被害を受け、 メラニーの両親は命を落とす。メラニーの結婚式の日、屋敷にファントムが現れて、花婿となるはずだった恋人を殺害してしまう。以来、そのことを知らないメラニーは屋敷を離れることなく、亡霊となった今も、現れることのない花婿が来ることを信じて、花嫁衣装のまま待ち続けている。管理する人間がいなくなって荒れ果てた屋敷は、ファントムの影響で亡霊の喪窟となり、 奇怪な現象が起きたり不気味な音が聞こえたりする。その屋敷はいつしか街の人々からファントムマナーと呼ばれるようになった。そしてファントムは屋敷を訪れたゲストをも死の世界に引きずり込もうとする。登場キャラクターインターネット上で見られるマダムレオタが屋敷のほとんどの住人を殺したなどの詳細なストーリーはディズニー公式のものではなく、 マジックキングダムのホーオンテッドマンションのキャストが創作したものである。各アトラクションでは基本的に5分刻みとなっているスタンバイの待ち時間、表示であるが、このアトラクションでは5分、10分、15分では意味数を用いて4部、9部、13分と表示される。ちなみに、13分はトワイライトゾーンタワーオブテラー、およびタワーオブテラーでも表示される。 1963年、本家のディズニーランドにホーオンテッドマンションの建物が完成した。しかし、ニューヨーク博のために内部の設計は中断され、6年間放置された。その後、ウォルトのアイデアにより、幽霊に対して入居者を募集する案内をオープン、前に設置していた。看板には賃貸契約にはゲストを驚かせる許可証が含まれること。 入居希望の場合は死亡証明書を添えてディズニーランドゴーストリレーションズへ送付することなどが書かれていた。アトラクション出口にある墓標は15世紀の西洋の貴族青髭のものである。青髭は1440年に死亡するまでに7人の女性と結婚しているが、毎年のように妻を殺害し再婚を繰り返していた。 刻まれている女性の名前はその妻たちの名前で、彼女たちは全員低粛だったと言われ、それにちなんだ名前ばかりである。しかし、最後に刻まれている7人目の妻、ルクレチアは逆に青髭を殺し、6人の戦災たちの無念を晴らしているため、彼女のみ没念は刻まれていない。アトラクション出口にある巨大な墓標には20の名前が刻まれている。一見すると、 人名のようだが、英語の単語や文章、慣用句をもじったジョークになっている。下記は日本のもの。ディズニーランドと東京ディズニーランドで毎年9月から翌年に1月まで行われている期間限定のバージョン。ありがとうございます。